ラファエル・ポロは、ドミニカ共和国、ペラビア・シューバに出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。NPB では、育成選手であった。2010年、16歳で、ニューヨーク・ヤンキースと契約を結んだ。この年は、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキースでプレーした。ここでは、63試合で打率、323の成績を残した。2011年もドミニカン・サマーリーグ・ヤンキースで、 プレーした。この年は55試合に出場し、打率245と前年度から成績を下げたが10、盗塁をマークし、自慢の瞬足を発揮したシーズンとなった。2012年はドミニカンサマーリーグヤンキースでわずか1試合の出場にとどまった。2013年、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプにエドガーララと共にテスト生として参加した。 2013年1月7日に楽天との育成選手としての契約合意が発表され、1月26日に入団会見を行った。あえてスペイン語通訳を置かず、若手選手と一緒に両生活を送っていた。だが、日本の生活に馴染めなかったことから、6月18日に奈良と共に契約解除となった。対談までにイースタンリーグで残した記録は、 22試合出場で打率2271本塁打3打点であった。2015年3月10日に日本の独立リーグである四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツへラファエル・フェルナンデスと共に入団したことが発表された。2016年シーズンは打率329を記録し年間総合優勝したチームでリーグの首位打者となった。 シーズン終了後、後期及びシーズンの MVP とベスト9に選出された。2017年シーズンも愛媛でプレーし、埼玉県のタイトルを獲得した。2017年シーズン終了後に対談が発表された。2018年3月20日、ベースボールチャレンジリーグのシナのグランセローズへの入団が発表された。2019年1月29日時点では、 シナノと契約しておらず、無所属の状態となっていたが、2月25日に、同じベースボールチャレンジリーグの群馬、ダイヤモンドペガサスへ入団することが発表された。2019年6月8日の対茨城、アストロプラネッツ戦において、サイクルアンダーを達成したに選出された。2019年シーズン終了後、群馬を退団することが発表された。ありがとうございます。